いよいよですね、6月に富士山ゴルフ、鈴鹿芝、白子の方にですね、スタジオキューブがオープンしますにあたって新規スタッフを募集したいと思っております。男女は問いません。年齢はですね、27歳ぐらいまでで、具体的に言うと富士山メソッドじゃないですけど、習ってですね、こう体得してレッスンをしてみたいよっていう方、まあ、できればまあゴルフ経験者っていうのがありがたいんですけど、できればってもうここはゴルフ経験者ですね、そういう気持ちのある方はですね、概要欄にリンクが貼ってありますので、そちらからぜひちょっとお話を伺わせていただきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、富士山ゴルフです。まあ始まるじゃん、はい、でいつもやったらまあ俺がその今日はこんなことをやります、あんなことをやります、これやってもらったらこうなります、ああなりますみたいな感じで話進めるじゃんね、うん、ほんで質問が来たりって言うんやけど、とりあえず、うん、そのもちろんその今日は内容もあるよ、うん、もう用意してるよ、でそれ用意してくれとんねん、うん、そろそろやろでもあのさ、ちょっともうテスト的にこんなんもこれからちょっとやりたいいうのは、その、うん、いきなりちぐさんでも達治でもさ、なんかこの間ゴルフ行ってきてこの間なってんけど、これどうやったら治んのとか、こんなんもうちょっとどうやったらええのっていう、なんていうのこう入り、もうちょっと最近欲しいなと思って、まあまあしんどいよ本当に。どうなったらこうなったら、てか待って、もう始まっとるの。そう、始まっとるよ。どうなったらこうなったらってか、じゃあ俺去年ほんまにさ、うん、初めてプロのキャディーをさ、はいはいはい、させてもうたわけやな、うんうんうん、あの時にさ、うん、もうプロなんか練習場にさバーって並んでさ、うんうん、ひたすら打っとるやん、うん、でもちろんカメラ回してる人もおるし、うんうん、そういう機械据え付けとる人もおるし、うんま、なんちゅうのキャディーがこうなんやこう見ながらさ、うん、調子でどうやって話しとる時もあるやんか、うん、あれさ言うとったようにさ、兄ちゃんがさポソッとさ、あかんボール2個右やったなみたいなさ、なんかポソッて言った時にさ、俺現場でそんな感じのこと思うんやって、普段から打っとっても、うんうん、初日終わってからさ、うん、わあ俺思ったよりボール2個左に置いとったわ、右もっと持ってこう明日持ってこうみたいなさ、うんうん、あんなことって起きるんやなって思ってさ、普通に起きる なんかそれはさ、一般のアマチュアでしかさ、なんかあ、そんな、何百万発、どんだけ何千万発っていたプロでさえそんなこと普通に起きんねやなっていうのはさ、すっげえ思った。え、そんなこと言うとると思った俺ええって思った。いやいや、本当にボールポジションなんか死ぬほどずれるで、毎日それはせいで、なんかあ、いや俺劣ったんやって、そのなんちゅうの答え合わせはできたっちゅうんかな、うん、これ毎日ちゃうやん思うとったんさ、うん、で毎日打てる状況って自分の体と相談しながらやってかなあかんやんとかも、うん、すっごい思うとったんさ、うん、それで例えばルーティーンとしてな、うん、まあ例えば一流選手がさ 週5回カレー食っとるとかさ、なんかあるやんか、うん、なルーティーン食べ物から変えやんよ、うん、みたいな、うん、なそんなことを変えやん、要は調子っていうものを、うん、いかに毎日の調子を、うん、あのなるほど、そう毎日の調子が分かっとって初めてずれていたことに気づくんやでみたいなのは、うん、食事からやってくるんとかあるやん、うん、みんなそんな一流選手をみんなやっとんねやなっていうのをひしひしと思った。そうそう、マジでそう、本当に毎日調子って変わる、うん、でまああの分かりやすく言ったら、昨日めっちゃパター入ったのに今日全然入らんとか、うんうんうん、今日あんなにさえ取ったショットがもう全然ダメやったとか、うん、逆にあるよね、うん、昨日チャランポランでひっちゃめちゃやったのに、うん、今日さえまぐるわとか、うん、グリップ一つでこんなに変わったとか、うん、本当にねそういうもんなんだよね。でもね、その中でもさっき具体的に球2個ずれ取ったとかって俺が言ったとか言って、うんうん、俺全然覚えてないんだけど、うんうんうん、
ずれる。ボールポジションがずれる。絶対ずれる。でもそれをさ、ポソッと言った時にさ、うん、俺的にはさ、2個もって思うやんか。それを、そのまあ練習場ね、とりあえず、初日終わった練習場で気づくとかさ、うん、うわ、そうなんやって、すごい思う。本当にね、球はずれんの。ずれる？ずれるの？ずれるよ。ずれる。めちゃくちゃずれる。めちゃくちゃずれる。球2個ずれた言うてんか、うん、2個も言うてんか。1個ぐらい平気でずれる。でも多分それが俺新オープンじゃなかったら1個かもしれない。ああなるほどな。そう、ほんとそう。だからアマチュアの人が調子が悪いんで、昨日と今日でとか、それから具体的に言うと昨夜のレッスンでめちゃめちゃ当たったのに次の日でコース行ったら全然あかへんかったとかっていうの、あれってその打ち方が変わってしまったとか、うん、俺らでもそうやけど、うん、打ち方が変わったと思うけど、うん、打ち方は結果的に変わんねん。ボールの位置が変わるから。ああ、そうそうやな。そうそうやな。そうだからボールの本当に何やこの昨日の話の続きかみたいなものだと思う。いやけどじゃあたまたまさ、うん、それをいやまあ昨日行ったでな、うん、余計それを実感するんやけど、うん、思い出したな思って。な俺もそうやもん。どうなんかめちゃめちゃずれるってさ。そうそうそう。で、もう本当にこう覚えておいてほしいのは、スイングじゃなくって、うん、本当にボールがずれんの。本当に。だから、まあ今日、その、やっちゃうけど、うん、よくこう、ボールポジションはどこですかみたいな話があってさ、この左足かかとに揃えてもいいし、うん、はいはい、俺もね、はい、別にボールの位置をずらしてもいいしっていう話してんねんけど、はい、基本的には、はい、基本的には本当に、ボールポジションを整えたいなら、うん、これ7番や。うん、7番アイアンで本当はよ、うん、ガッチガチなことを言うとクラブが真ん中で、うん、その前に球っていうのが正しいと思ってんねんけど、うん、でも球まんこれを本当にど真ん中でいい。ボールはど真ん中に置いて、うん、でいい。アマチュアの人、俺普段その練習場でね、その行って見てる時でも、うん、本当にアライメントきちんとして練習してる人なんかほぼほぼ皆無。アライメントスティックなんて便利なものが今あるからさ、うん、そう、それをせめて自分のこう真ん中にね、うん、でドライバーなんかいっぱい練習したらドライバーってすべからくボールがこの辺ずれていくじゃん。はいはいはい。そう、うん、だからドライバーなんか練習してるのは俺から言わせたら球の位置をわざわざ自分でずらしてスイング崩しにいってるようなもんやから、クラブを振るための動作とか、はい、強く振るとかっていうその動作は身についてくるよ、ドライバー、はいはい。でもまっすぐ飛ばさなければいけないところからは、うん、ドライバーっていうのはどんどん遠ざかっていく練習なんですね、はいはい、そう。でもゴルフっていうのは体の使い方もしかり、体の使い方っていうのはスイングもしかり、うん、それをターゲットにまっすぐ飛ばさなきゃいけないじゃん。ま、はい、っすぐ飛ばす練習は本当にドライバーやったりか、ドライバーを練習すればするほどま、うん、っすぐ飛んでいく感覚はどっか行ってしまうって普段から思って練習してる、はい。7番、そう、7番アイアンで本当にこうボール左とかじゃなくて7番アイアン、8番アイアン、9番アイアンでボールをガチで真ん中に置くの、うん、そう。でこれ真ん中に置いたボールを、うん、本当にまあそのもう練習だったら富士山流でいいよ、富士山流とか、うん、まあ、自分のスイングでもいい、うん、真ん中に置いてスイングするから、うん、それは右も左も対称に俗に言うしこうシンメトリーに触れた綺麗なスイングになってくる。だって真ん中なんや。うんうんうん、で、さっきの話、左にずれたって言ってたって言ってた、うんうん、絶対、100人中100人がワンラウンドしてきたらボール左にずれるよ。プロゴルファーも、トッププレーヤーも、多分タイガーも左にずれた。左どれぐらい、どの、まあその程度ってその日によるけど、これが真ん中やとしたら、ずれたってこれぐらいはずれるで。あー、それ、そこまでずれた、初めて、あ、ずれたって気づくの。これラウンド中気づかへん。上がってきてから、まあ、俺もあの時シャフトポンとおもろ動いたやんと思うけど、うん、こうやってやったら、こんな中なんて思ったちこと。今日そんな中に打ってんのって思う。そうそうそう。ほんでこれ、ちょっと、いやこれ、あの時はどう思ったかっていうと、うん、うわ、これ右足の前ぐらいやって思ったの、その真ん中が。おっていうことなの。
こうやって打ってこうやってこうやってポーンってどけるよね、うん、えこれ真ん中右じゃんって思ったの、うん、それはさ例えばね あれちょっと僕ごめん思い出しながら喋っとるけどさ、うん、初日のさ状況がもうスタートから厳しかったやん。もう雨ガーッ降ってきて風ブワーってなんでこれがスタートする時だけこんなんなってくんのみたいな、うんうんうん、遠からスタートやったやんか、うんうん、そしたら自然とさ、うんうん、ボールの位置とかポジションとか打てるやつって決まってくるでさ、うん、どん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 過酷になってくるやんボールの位置中に、うんうんうん、そういうことも関係しとんの。もちろんでほとんどの人が例えば今のでも低いボールコース行って低いボールの方がたまって曲がらないじゃん、うんうん、高いのと低いのと低いのと曲がらないじゃん、うんうん、でまだ普通ボール右置いてくんちゃうのって話になるんや、はい、うん、そうじゃなくて、うん、その前高かろうが低かろうが、うん、例えばねこれ、まあ、もう一回こう真ん中置くじゃん こういうことでしょ、うん、でここのボールもこうしてしまえば低く打てんのよ。はいはい、そうそうやな。そうでもここの低いのは、うん、今度はこれ右置くよね一個、うんで右にこれ1個置きました、うん、でこの右に置いたこのこれ俗にセオリー通りで、はい、うん、セオリー通りやったこれと、うん、今どっちがスイング大きかったと思う？大きかったと思う。右に置いた方が大きいやろ、うん、そうけどこれに気づかんねん。プレッシャーかかってくるやろ、うん、コース行ったらみんなそこ起きたやろ、うん、バックスイングってどんどん取りたくなくなってくるよね、うんうんうん、ちっちゃくコンパクトコンパクトにそうできへんくなる。バックスイングができんくなる。そう、できんくなる。で、なんで、もっと言うと、まずボールが絶対ちょっとずつちょっとずつ意地かけて左ずれていくの、うん、で、なんでずれるかっていうと、うん、ここのボールの、こっちへボール打つんやから、うん、こんなところにボールあったら打ちにくいじゃん、こっちここにボールがあった方が、うん、どう考えても、うん、ここのボールの方が、うん、何やったらこのボールの方がここは打ちやすいよ、これすごい打ちやすいよ感覚的に、うん、そうだから僕はそのちょっと話は脱線するけど、うん、こんな打ち方あるかいってしょっちゅう言うてるやんか、うんうん、でもなんであれが気分的に分かるかっていうと、うん、そりゃここへ置いといた方が、うん、これで当たるで、うん、こういう風に打つんですよっていう風に思い出すやつが、はい、おったって、うん、何の不思議でもないって思ってるから、うん、でもそれを本当にアマチュアの人が飲みにしたら、うん、当たらんし飛ばんよって言ってる、うん、本当にこの真ん中にあるボールをね、うんうん、あのそれこそさもう一回やるけどここのやつやったら、うん、ここに左、うん、なんだろうこうやって何やったらもっとこうやって構えてしまうの、うんうんうん、そんなにおかしな感じしないじゃん、うん、パッと見た目は、うん、でもこのボールを向こうに打て言われたら開いて、うん、何やったらちょっとルックアップ気味で、うん、じゃないと向こう飛ばないもん、うん、でそうするとこうだんだんそのなんていうのかなこう下回りで下回りで、はいはい、頭も残さずに胸も開いてってこう打てんねん練習場は打てんねん、うん、これでもでも現場行ったら現場行ったらっていうのは皆さんアマチュアの方は、うん、人それもうみんなそうやけど、うん、コース行ったら意気込んどるし、うん、何やったら練習場の一発よりもコースの一発のプレッシャーがでかいじゃん、うんうん、ただプレッシャーただでさえプレッシャーが大きくなってきてここのボールっていうのはさ、うん、体も開きやすいわヘッドアップもしやすいわ、うん、でも気分は楽やんかここにやった、はいはいうん、でもそんなんで結果出えへん言うのはさ本当のプロゴルファーやったら知っとるの、うん、それも左ここのボールをガチでガチャーン捕まえた左行くし、うんうんうん、あ今引っ掛けてしもた言うてこないなったらピヤー右行くし、うん、ここのボールは本当に真ん中以外全部出るもんでもそこのボールをまっすぐ出るようになったらうまいんちゃう無理それは無理無理そうそこは何も無理を通しても道理は引っ込まへんわほんまにそう右出して左戻右出して真ん中に戻ってくるような球が打てるようになったかみたいなのもないのないだから言ってるのはこの真ん中から7番やる言うと球2個ずれたらいいけど、うん、これ2個ずれてもまだこれギリここにおるやんかはい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 、うんうん、2個ぐらいやったらいいけどさ俺ですらや2個ずれんねまっちゃんの人多分5個ずれてるでこれはほんまじゃん5個ずれてるだって練習してる時から大体ここ置いてるもん
俺らもなんか割にそっち置いて練習した、めっちゃしたでなんかしたけど、で俺が時々、うん、お前にも言ったよね、うん、左に置いて練習してんって、うん、それはここにヘッド置いといて、うん、ここにヘッド置いといてこの球を打つ練習せえ言ったんや、こうやって左に踏み込んでいくの。そうなんや、そりゃそうやろ。ここに重心を置いといたままでこのボール打ちに行かんと、うん、ここにボールを置いて、これそうやな、俺その解釈がさ間違えたりもうちんぷんかんぷんなんな。俺も死ぬほどそれ練習して、それめちゃくちゃ上手に開けるようになったら右置いたらだんだんもう打てへんって。そうだから本当に絶対ダメよ、こっちここで本当におもむろにボールポジションっていうのは設定して練習しちゃダメよ。左にあるボール、どう考えたって、だっていい、俺普段から言ってるのは、うん、平気で言うじゃん、定回線とか、うんうんうん、胸残せとか頭も残ったらなかん言うけど、うんうん、ここのボール7番円でね、うん、ここのボールじゃないと、うん、ここのボールははっきり言ってバーンって手返してベタ足のままやって、うん、ここでバーンってこのボールは手返しても絶対引かない、うせえな、知らへんな、そう全然全然、もっと言うと範囲内におる、そうここのボール球一個ずらしたよね、うん、そう、うん、このボールをこうやってこう左足体重にしといて、うん、低いボールが出るようにしといて、うん、右にあるボールはどんな、うん、もう 1000% 手返したかって左に足を引っ掛け、手返したら左に引っかかってしまいますっていう人は、うん、球左なんてって俺が言いたいの、なんで球左に置きたくなるのって、だってこっち打つんやもんって。そうやな、そう野球経験者なんか特にそうやけど、野手やったらみんなここのボールをヒットにしてきたわけやろ、うん、でもここ置くよゴルフでも。へえ、そうやわ、そうなんて、そうやわ、そう動いとるもん球、あ、そうそう、そう野球はね、野球動いとるもんな、球動いてくるからさ、そのタイミング合わすのにさ、そう感覚的には前のボールを打たんことには、そうなあ、あかんもんな、うん、できるだけ早いうちに指導しといてってことじゃんね、こうピッチャーの足を下ろすのに合わせて、そうできるだけ早いうちに移動してて、ましては踏んでくるに自分が前に行くんだろう、うん、もうここのボールしか打てないじゃん、うん、でもいいバッターほど胸開くタイミング残しといて、胸開くタイミングを遅らせるから引きつけといて、うん、インサイドからアウトローにこう打ち分けれるわけ、うんうん、でも下手なバッターほど入ることは頭突っ込んでいくから、調子悪いバッターほど、うんね、指導も遅いし突っ込んでいくしっていうのが調子悪いときじゃん、うんうん、そんなんゴルフで言うたらそれが何で起きるのって言ったら球左にずれたときやもん。あ、そう、本当に基本はあんまり言わないけど、うん、本当にボール真ん中に置いといて、うん、7番8番でしっかりこうやって頭残して打つ練習、うん、本当にしないと本当に上手ならないよ。プロゴルファーで頭、目線打つ前に目線切ってボール打っとるやつって上手いやつ見たことないもん。じゃあ巷におんのよ、今日で、ね、はいはいはい、俺しもしかりやけど、ちゃちゃっと自分でちょっと空き時間にポンって練習するってなると、ボール左に置いといてシューンってハイボールヒッターじゃないけど、はいはい、ピューンって練習してるの気持ちいいもん。でも自分でパーンってこんなん全然コース行ったらチャラポンになるけどなって思いながらボール打ってるよ。打たんといて。それが見とる側はな、正しいと思ってまうか分からへんの。まああるよね。あるよね。だってこうなんとなく本当にいかにもゴルフスイングみたいなフィニッシュ、ハイフィニッシュ取ってたらさ、うん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 、やっぱりアップルみたいなってハイフィニッシュ取った言うてるけど、いや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 、それお客さん釣ってるスイングやから。ああはいはい。おお。お客さん釣ってるスイング。そう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 。なんとなくそうやって振りたいでしょみたいなのを自分が見せとる時やから。本当に自分の練習をするときはこうやってしたことを置いて、真ん中にしかボールを置いて、真ん中にボールを置いて、しかも7番アイアンぐらいまでしかやらへん。これぐらいの、もっと言ったら今度ちょっと右じゃんもう、うんうん、これぐらいのやつを、うん、本当にあの小さいスイングで言ったらおかしいけど、うん、これぐらいのを、もう頭、うん、足のことから、うんうん、はいっていう、うん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 、リアルやな、すっげーリアル。これをめっちゃめちゃ練習、めっちゃ現場で見る、ほとんど、そう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 、めっちゃ現場で見る、ほとんどこれしか使わないめっちゃ現場で見る。